最近キーボードを新しく、面白いキーボード欲しいなって思って、セパレートタイプの、キーボードの方を買ってみたんですけれども、これがね、案外使いやすくて、こんな感じになってるんだけど、いや、案外使いやすくてびっくりしましたわ。皆さんもね、もしよければ、僕のやつじゃなくても、ちょっとこう、他の分離式のセパレートタイプのキーボード触ってみるのありかもしれない。ブラインドタッチできる人はおすすめですよ。僕はこれいいなっていうふうに思ったんで、別バリエーションのキーボードを買ってみようかなっていうふうに思ってます。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、延長されましたよね、無料期間が。無料期間が延長されたっていうことで、ガチャの方も延長されて、で、つまりそれが意味するところは、完全なる煉獄の解禁ではなく、グランデフェスにおける無料10連の解禁ということでね、上杉仁の、そんな感じなんで、ちょっとこう、今は召喚石確率アップなんだけど、ワクワクしながら、とりあえず、そこに思いを馳せながらちょっと回していきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。ということでね、召喚石アップ。召喚石アップってなんかもうすごい魅力的なんだよな。僕がね、ちょっと今回俺ね、なんかでも100万円、100万円、それ以外はゴミだみたいなことを言ってて、なんかやっぱ思った。教育ママ問題。ありましたよね、昔。教育ママ問題がさ、なんかこう、オウム真理教で犯罪を犯した人間は、学校で頭だけ良かった秀才くんだったみたいなさ、そんな感じの話あったじゃないですか。そんな感じで、やっぱこう、100万円、100万円、あんたは東大入れなきゃダメなのよ、みたいな、そんな感じじゃない。やっぱ俺、愛がないとダメなんだなって。愛ゆえにプレイしているグラブルに愛を捨てて100万円を目指してしまったらもう負けですよ、僕は。だからちょっと愛に生きていこうかなと。今回の召喚石アップガチャなんだけど、僕が愛に生きるとするのはやっぱね、フレイですよね。僕やっぱフレイは欲しいかな。あとマキュラマリウス。マキュラって夏限定なのかな？いや、違うと思うけどな。夏限定だったらガチでやばくない？マキュラ4凸すると、扇ゲージがプラス 30% されるみたいで、やっぱそれ欲しいよね。あると絶対便利だと思うんだよな。マキュラマリウス。いや、欲しい。あと、フレイに関してはステが欲しいですね。ステが上がるとちょっとこう使いやすくなりそうなので、さらに。なんでちょっとフレイを目指して、フレイは3凸したいんで、マウントつくんでね。していきたいと思います。じゃあ無料ガチャ行きたいと思います。フレイマキュラ、フレイマキュラで、俺の愛を、私の愛を受け取ってー。届いちゃった。ハート。届いちゃったわ。私の愛届いちゃったわ。召喚石ピックアップしてるわ。来たわー。あ、マウントがつく。お前、存在を主張してしまったのか？お前まさか、お前、僕もマウントつくんですけど、みたいな、主張をしてしまったのか。だからお前は4凸したとしても召喚可能ターンが9ターンぐらいだから、かなり使いづらいんだ。ごめんな。それじゃあ、こちらの方も愛に生きていこうかなと。ハート、手にハート作ってクリックするわ。ハート作って、両手でハート作って、親指で、今、ネテロ会長みたいな感じのポーズしてるんだけど、ネテロ会長のポーズの親指部分で、グラブルのここクリックするわ。言います。これが、感謝するぜ。ここに出会えた、お前たちのすべてに、ボーン！あ、クリック押せねえや。普通に押すわ。召喚石ピックアップの話をするとさ、あれ、俺、そういえば言ってなかったっけ？昨日はガチャピックアップ、キャラ武器上昇率アップピックアップで、次のガチャは、とりあえず、召喚石アップが濃厚だから回した方がいいよっていうような話しようかなと思った。あ、でもそうか。SR 石ってことを考えると、こっちを回すのも全然ありか。僕、キャラアップだから、ムーン目的があるから、キャラアップの方回した方がいいかなと思ったけど、確かにカーバン来る、オプワーリングが来ると考えると、確かにな。アクアブレード？これ見たな。アクアブレードなんだっけ？マイムだっけ？あ、そうだわ。よく覚えてるな、俺。雷神教の騎士団の副団長を務めている。これ当てられたやつ意外といないんじゃないか。団長を支え、騎士団員たちを導くのが使命だ。マイム強いよな。SR の中でもマイムなかなか強い。あ、まだいたわ。クラッカー、これは水着周りですね。
宝が私を呼んでる。ということで、おお、あれ、ちょっと待って、あれ、あ、ごめん、俺青箱、これアポロンのところでさ止めちゃったわ。あの青箱完璧に忘れてた。これやっぱ俺愛あるわ。うん、あの俺思っちゃった、なんか100万円とかいう概念すっぽ抜けてたもん、あのアポロンのラブのところ。俺どうぞ、そのページから飛んでねえもん。俺なんかもうぶっ飛ばしちゃった。あ、青箱とかいうのあったね。すいません、青箱あったわ。あれメイン赤の全然見てなかった。ちょっと後で確認してみます。もしかしたらあのちょっと編集で保管しとくかもしれない。じゃあ青箱行きたいと思います。はい、ドン。覇者の証。あ、俺やっぱ覇者なんだよな。何度死んでもトップの覇者。データ残ってたわ。ここで止まってた俺完全に。アポロンくんの愛ありがとう。でもアポロン、お前の愛は無限にはしねえ。任しとけ、俺がかっさらってきてやるからよ。お前金色してるし、100万円ぐらい俺に矢のように幸運矢のことしピューン届けてくれようとしてるんだろう。ありがたくいただくぜ100万円。これが私の愛よ。苦境の流しね。はい、そんな感じで、まあお中元ガチャもう気づいたらラストか。リアルガチャまあラストだったけど、うん、まあ楽しかったな。うん、楽しかったですっていうような感じのオチかな。まあ、リアル当たった人おめでとうございます。僕は一つも当たりませんでしたけれども、これからの皆さんのグラブル人生が良くなりますように。そんな感じです。それじゃあまた楽しみましょう。バイバーイ。